So today I came here for a photo shooting by Itaru Hirama, a famous artist, photographer, and that's his photo studio there. お土産持ってくれよと失敗した。お土産忘れた。So the photo shooting starts in a few minutes. That is Mr. Hirama. こんにちは。 目力をちょっとだけ、あと、正面じゃなくて、いろんな角度、それゆっくり見る。で、茂木さんがじわじわ動いていただいたもんな。はい。このじわじわ動きって、今までやったことなかったですよ。多分、茂木さんの中にじわじわがあんまりなかった感じですね。昔から写真撮る側としたらじわじわ動いたりとか。これ今度試してみようか。撮影の現場ではあんまりじわじわやったことない。 特にポーズになっていうよりも、はい、特にポーズになっちゃうと、このポーズでこうなっちゃうじゃないですか。俺今までね、それ、その間に、間に瞬間が、森さんも僕も本当元々自覚的じゃないところに一番いい瞬間があったり、多分ここに連続性を持った方がいいんです。 ポーズになると、ポーズとポーズになっちゃう。稼ぎなの？そんなの誰もやってくんなかった。確かに、舞いですね。舞ってます。体の向きとかも。そうですね。もう正面じゃない方が、多分。だんだん日本舞踊。肘からも意識しながら。 そうです。岡本太郎みたいな。あ、確かに。アイブロウが黒で。手をだんだんちょっと遠めに使いましょうか。手はどちらかと置いて、上半身と顔面とか、あと目力とか。 目力は本当にちょっと、あ、そうですね。で、あと体の向き。はい。じゃあ、向こう、はい、そうです。目力です。目線ないのもたまに、はい、そうです。はい。反対向きも、もっとぐっと反対向きになる。あ、いいです。あ、いいですね。そういうところも目力は、そうです。 正面だ。向こうを向きにしましょう。もうもう少し向こうに。はい。で、顔はぐっと、体はこっちのまま、顔はずっと。また、はい。カメラ側の方はちょっと下げていただくとバランスいい。で、それで目力。 小木さんの好きな食べ物は何ですか？今だったらカレーライスかな。はい、食べてみます。ありがとうございます。すごい。何か開眼した。 So I have finished the shooting. Yeah. Okay, see you. Oh, see you.